ケキャラをラジオでバンバン出していきたい。ボケキャラ。そうなんですよ。私メンバー間では結構有名なボケたがりなんですけど、こうなんか言わない方がいいぞ。見た目の感じとか、やっぱりその坂道ってこともあって、なかなかこう初手から出せないというか。初手ボケは俺らだってなかなか出せないよ。いや俺本当初手ボケってザキヤマさんしかできない。初手ボケってそういうこと。一人しかいないんだよ芸能界に。でもあれぐらい早く砕けたいんですよ。いやそれはマジで初手ボケで早く砕けたい。さあであのテレ東では大園さんはボケキャラなんです。ボケキャラになってきてはいるよねだんだんね。嬉しい、ありがとうございます。想像つかないんだけどアイドルがラジオで初手からボケるって。聞いたことないな。でもブース内で多分なんかボケれるよね、うん、多分しょそのマジでいける、初手からいける子だとは思う。初手からいけんの。じゃあパーソナリティが質問したら、はい、初手からボケてくれる。初手からボケる。すごいじゃんあなた。しかもそれが初手なんでしょ。それが初手、初手なんでしょ。自己紹介、今日のゲストは大園さんですで、うん、一発目ってことです。すごいけどね、できる。すごい、いける、うん、いけるの、うん、ボケたがりなんだもんね。いやここで怯えるんだったらできない。いけます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 。ひらお、ひらお。で CM や曲中にテンションが落ちないやり方を知りたい。はい、スンってしちゃうと壁ができちゃうと思うので、ね、こう CM 中とか曲中も。うん、砕けたい。あ、だって大御所のラジオに出てさ、CM 中ガンガン喋ってもらえると嬉しいもんね。嬉しい。CM 中の方がなんか喋ってくれる人とかいるから。確かにやっぱそこで盛り上がったらその次入る時もその盛り上がりのまま楽しくいけるじゃないですか。うんうん、その感じを目指してますね。でもこれはまあ心がけっていう感じだけど、ボケキャラさ、ユリアンみたいなことでしょ。ああそうか、確かに。ボケキャラってそう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 。ユリアンでもあちこち踊りして何もまともに答えてくれなかった。ユリアンはまあ異次元ですね。そうそう異次元ね。でもまあ近いものは。マジで、メンバー間ではそんな感じだよね。そうです、なんか本当のことを言いたくないんですよ、できれば。ああ、じゃあ一緒だよ、はい、質問全部なんか本性を見せたくないので。ああ、じゃあ逸材だよ。質問全部こう、質問はプレーンなの来るよラジオだから。はい、いけんの。頑張ります。うわ、これはすごい。そんなやつが CM 中曲中暗くなってたらめちゃくちゃ怖いですけどね。怖いね。なんなんだこいつって。じゃあ曲流れてる時はブースなんかオンになってないけども、何かしらやってるってこと。なるほど。そうですね。で普段は、まあ、水飲んだり、うん、他にメンバーがいたら、うん、ちょっとその曲の振りをやったりして時間潰してみたいな感じですね。なるほど。じゃあ曲に乗ってることはできるんだ。そうですね、かかってる曲に。だけどやっぱ絡めないので、うん、スンっていう空気になっちゃう。じゃあ曲に乗りながら絡めばいい。あ、そうだ、パーソナリティ。やったことないです。うん、いやそれはやったことねえだろそれ。強い。今のとこ私どうですか。そんなやつ怖すぎる。怖いよ。まあこれ誰とやるかですよね、パーソナリティ。大園さんどうします。若林先生。あらあら、いや先生来た。先生だ。先生、まあ、一番うってつけよ。確かに俺やるのね。大御所、大御所だしな。ボケキャラね。というわけで大園が若林とラジオ実践。果たして初手からボケることはできるのか。さあ始まりましたしくじりレディオです。パーソナリティの若林です。ちょっとね、スタッフも慌ててましてね、あんまりこうなんだろうな、聴取率が取れてないと。そんなことでね、若いリスナーをが聞いてほしいということでゲストをね無理やり入れてくれました。グラデーション、グラデーションのゲストは桜坂46の大園玲さんです。よろしくお願いします。はい、桜坂46の横断歩道でございます。よろしくお願いします。いいね、いいよ。横断歩道っていうのは何なの。横断歩道っていうのはちょっと言ってみたくなっちゃって。はい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 、あ、大園玲さんでいいんだよね。横断歩道さんじゃないよね。はい、違います。あ、違う違うよね。大園さんは出身はどこなの。出身は、うん、南アフリカです。
地域的にね結構スポーツの大会とか怖いですね、開かれてパーソナリティで結構報道陣もね。生まれてずっと南アフリカだったの？いや、病院が南アフリカなだけで生まれた病院が南アフリカ。あ、そうです、そうです。でえ、じゃあそれで育ったのは？育ったのは、うん、北京。あ、育ったのは北京だ。あれ、で北京 で日本に来たのは一昨日とかで。え、一昨日？え、で桜坂入ったのはいつなの？ MC 腰入れ旅行から、ね、先一昨日です。に入ったの？桜坂に。そうです、ね、はい、え、まだじゃあ4日目みたいなこと？そうです。あ、そうなんだ。え、でもあんま言ったらダメなんですけど、これ本番ですか？いや、本番だろ、さっき言ってんだから。言ってんの、しくじりレディオって。え、じゃあ高校とかは北京ってことだ？高校は、うん、え、言っていいんですかこれ？え、あ、ダメみたいです。あ、ダメなんだ。うわ、気になる。アイドルだからやっぱり、ね、ダメなことあるんだな。え、日本の高校ではないことは確か帰国子女的なこと。え、地球外みたいな。そっちだ、そっちだ、そっちだ、そっちだ。高校が、え、あ、終わってから説明します。いや、終わってからは聞く気はないよ俺は。ナイス。高校が地球外なんて本番以外で聞くわけねえだろそんなの。な、ちなみに高校の名前だけ教えて、なんていう高校なの？地球外で。ずっと NP 高校です。NP 高校。NP 高校。NP 高校っていうのはなんかの略なのかな、ナショナル。めっちゃ怒ってる、ダメです、言ったらダメです。あ、そんなダメ、はい、NP 高校しか教えてくれてない。NP 高校は共学ちなみに。NP、あ、これ共学です。あ、部活なんかやってた。部活は。うん、無重力部っていうんですけど、地球外でみんな無重力部じゃん。みんな無重力部だって、そんな地球外にあるんだから楽しむんですよ。でみんな無重力なのに、その中でも無重力部が集まる。無重力の中で生まれた人はもう当たり前なんですけど、私たちは南アフリカで生まれたので、うん、こうやっぱ研究したいんですよ。研究したいから。あ、でそれ大会とかあんの、無重力部の？あ、なんかリンゴを投げる大会があって、うん、リンゴを投げる大会、はい、無重力の中でリンゴを投げたらどうなると思いますか？ずっと飛んでくるでしょ、うん、正解です。入れますよ。いやいや入部試験みたいな。入りたくないし、ずっと飛んでくるんだったら誰の勝ちってなんないじゃん、延々飛んでくから。だから奥が深いんですよ。奥が深いなんで確かにシンプルに。何歳今？23です。そこは普通に言う宇宙の感じなかった。お前全然宇宙出てこない。同じトーンでやってくれよ。なんでそんな嘘つくようになっちゃったのそれあ、いや、もう、うん、え、長くなりますよ覚悟はありますか？どうするんだろう、うん、MC 覚悟ありますか？ちょっとじゃあ全部は聞けないかもしれないから曲中にちょっと教えて。それ分かりました、はい、それではここで1曲お聴きください。櫻坂46でスタートオーバー。この動画の続きはアベマで、最新作は無料、さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちら。